どうもこんにちは、キングヒデです。今回はもうですね、前回はですね、メジャースケールとあとマイナースケールのですね、違いのですね、ものをですね、簡単に紹介させていただいてですね、そこからですね、派生させてですね、音感を鍛えるためのですね、トレーニングをですね、まあ前半と後半で分けたいというふうにお伝えさせていただいてですね、今回はその後半になりますね。なので音感トレーニングをですね、実際のやり方を紹介していきたいと思うんですね。で、やっぱりまあ、僕自身もですね、めちゃくちゃその過去にですね、苦労したことがありまして、やっぱりまあ、ギターを弾いたりですね、あと僕はもともとピアノも小学校の頃にやってたんですけども、なかなかその音感なので、いわゆるですね、もちろん生まれて持ってですね、絶対音感とかですね、そういったものは持っていなかったですし、あと、まあ、必要なのは相対音感ですよね。音を聞いて、まあ、どれが今コードが鳴ってるのかっていうですね、ものとかですね、あと、実際に伴奏が流れた時にすぐにですね、このキーは何なのかとかを判断する能力とかですね、あと、まあ、一般的には好きな曲とかを耳コピする際のですね、能力っていうのがですね、僕はかなり人よりも劣っていたっていうのはすごい自覚があるんですね。なので、まあ、本当いろんなですね、本をたくさん過去に買ってですね、音感トレーニング、まあ、大人のための音感トレーニングとかですね、あとですね、誰でも耳コピができるんですとかですね、こういった本とかですね、もう買ってですね、まあ読んでますし、あとですね、まあ僕音楽の専門学校も行っていたので、まあそういった実際に授業でですね、まあ、音感を鍛えるためのとかトレーニングとかですね、リズム練習とかもですね、やってはいたんですけども、まあ正直ですね、あまりその実感としてですね、めちゃくちゃ飛躍的に、まあこれをやってですね、音感が鍛えられたっていうものがですね、なかなかそんなに本とか実際にやった中ではなかったんですね。ただ、いろいろ試行錯誤してですね、もちろんネットで検索したりですね、あと YouTube とかで、まあ、イヤートレーニングとかですね、あとソルフェージュとかですね、そういった音感を鍛えるためのトレーニング方法とかは、そういったものをいろいろですね、検索してですね、いろんなものを読み漁ってですね、調べた結果ですね、唯一とまでは言わないんですけども、まあ、一番効果があったかなっていうですね、練習方法があってですね、かつ今でもですね、ずっと、まあ、ほぼ毎日ですね、続けてるトレーニング法があるんですね。で、それがですね、今回紹介させていただくメジャースケールを使ったものとですね、あとマイナースケールを使ったものの、トレーニング法になるんですね。で、実際にはですね、メジャースケールだけでもいいんですけども、まあ、僕はですね、メジャーのスケールのですね、まあ、音感の感覚とですね、あともちろん曲はマイナーの曲もたくさんありますので、まあ、マイナーキーの曲のものも含めてですね、まあ、全て相対的に、音感を鍛えたいというのがありますので、まあ、僕は個人的には、メジャースケールだけではなくてですね、マイナースケールでもやってるものがあるんですね。やっぱりこういったものってなかなかすぐにですね、飛躍的に1日2日やったぐらいでですね、音感がすごいレベルがアップするってものでもないですし、ちょっとサボってしまうとですね、結局その音感っていうのはですね、その音の記憶をですね、どれだけですね、まあ、脳にですね、まあ、植え付けるかというかですね、それの能力はもともと生まれ持ってですね、高い人もいればですね、まあ、僕みたいに低い人もいればですね、あと年齢重ねたりすると、やっぱりどうしても脳みそとか硬くなってしまうので、まあ、記憶が衰えたりすることもあると思うんですけども、やっぱり若い時のですね、まあ、10代とか、まあ、特に10歳になる前とか子供とかっていうのはですね、あと音感を鍛えるのが一番いい時期だと思いますし、年々年を取ってきてですね、物忘れが多かったりとかそういったこともあるかと思いますので、もしそういったものも含めてですね、まあ、脳トレ的なものもあってですね、やっぱり継続してやることがですね、まあ、衰えもですね、なくすために、まあ、特に、まあ、維持したりですね、向上させるためにはですね、できる限り毎日はやってほしいかなというものがあるんですね。で、まあ、今回紹介するものはですね、まあ、メジャーのものとですね、あとマイナーのもの両方とも、紹介させていただくんですけども、正味ですね、おそらくやったとしてもですね、まあ、5分以内には終わるものなので、まあ、できれば毎日続けてですね、で、実際に、まあ、効果が現れてきたなと思い始めるのが、まあ、人にもよりますが、最低3ヶ月はですね、毎日やってほしいかなと思いますね。で、実際にどういったトレーニング法なのかって言いますと、できればですね、アコースティックギターとかですね、この音の倍音がですね、豊かなものの楽器でですね、やるのが一番いいかなと思うんですね。実際にどういったトレーニングかって言いますと、前回にですね、E メジャースケールと、あと E マイナースケール、まあ、キーは何でもいいんですけども、ギターの場合 E とかですね、A とか C とかの方がやりやすいので、まあ、何でもいいですね。ただ、キーは今回は E のメジャー、キーで、お伝えさせていただきます。で、まずですね、メジャースケールを弾きますね。これのメジャースケールを弾いた上で、どういったトレーニング法をやるのかって言いますと、
音のインターバルをですね、インターバルっていうか音程をですね、頭にですね、記憶させるために、まあ、実際にフレーズとしては、これですね、今何をやってるのかって言いますと、基本的に今キーはですね、E なので E メジャーですね。E メジャーで、E のメジャースケールを弾いてるんですけども、これで今音の、ルートと、なので1度とですね、あと、それによってですね、順番に、ドレミファソラシド、ドシラソファミレドっていう風に下がっ、あの、上がっていって下がっているっていうのをやってるんですけども、音のインターバルを、ルートから見てですね、まあ、脳に定着させるために、ゆっくりやりますと、今は1度、これからは度数でいきますね。ドレミファソラシドを1度、2度、3度、4度っていう風にいきますと、最初にルートの1度を鳴らします。すぐに次は、インターバル、音の度数をですね、記憶させるために、1度、2度、1度、3度、1度、4度、1度、5度、1度、6度、1度、7度、1度、で、オクターブ上。で、またそこから下がってきます。ルートから見て。で、また、1度、オクターブ上、1度、7度、1度、6度、1度、5度、1度、4度、1度、3度、1度、2度。これの、インターバル、音のですね、音程のインターバルを、まあ、脳にですね、定着させるためのですね、トレーニング法なんですね。で、これを、何回も繰り返します。これですね、今どういったことをですね、まあ、脳に記憶させようとかとやっていますと、まあ、理論的に、まあ、これが正解かとは分からないですけども、音の記憶というかですね、音感がいい人っていうのは、例えばなんか音が鳴った時に、すぐにパッと分かる人だったら全然問題なんですけども、音が鳴って、まあ、適当に鳴らした時に、これから見て、この音が鳴らした時に、あ、ちょっとずれてるなとか、音を今当てようとしたときにですね。で、どのくらいずれてるのかなっていうのを、まあ、適当に弾いたときに、すぐにわかる人だったりとかですね、音が高いのか低いのか、それともどのくらいの度数離れてるのかっていうのを、まあ、瞬時にわかる人っていうのが音感がいい人なんですよね。で、それがなかなか時間がかかってしまったりとか、あと、その、どのくらい、まあ、実際に高いのか低いのかっていうのが、あまり、その、ハテナっていう感じに思ってしまう人は、このですね、音のインターバルの記憶がですね、やっぱり脳みそとかにですね、定着していないっていうのがありますので、まあ、それはですね、まあ、記憶させるためのですね、トレーニングになるんですね。なので、これを、まあ、今は E メジャースケールでやっていますが、1度、2度、もう一回ゆっくり行きますと、1度、2度、1度、3度、1度、4度、あ、すみません、1度、4度、1度、5度、1度、6度、1度、7度、1度、オクターブ上。で、下がっていきます、また。1度、オクターブ上、1度、7度、1度、6度、1度、5度、1度、4度、1度、3度、1度、2度、で、オクターブ上。で、これを今、メジャーキーでやってるんですけども、これ、まあ、E メジャーでもやってますけども、別に C でもいいです。C のキーでもいいですし、もちろん他の、A とか、A メジャーでもいいですし、で、僕がですね、まあ、特に気をつけてやっているのがですね、メジャーの感覚とですね、マイナーの感覚を徹底的に脳みそに記憶させた方が、まあ、音感はより、その、創造的にアップするかなと思ってですね、今は E のメジャーキーでやりましたが、
同様に同じキーのマイナーキーでもやった方がですね、いいかなと思ってですね、マイナーキーでもやるんですね。で、今はメジャーキーで、E のメジャースケールですね。これでやりましたが、次はマイナーキーの感覚も、記憶にさせるんですね。やっぱり最初メジャーキーだけだと、やってからですね、急にマイナーやるとすごい違和感も感じるんですけども、まあ、その違和感のズレとかをですね、できる限り、まあ、合わせるというかですね、フィットさせるためにもですね、毎日やった方がいいかなと思っています。で、次は E のマイナーキーでやりますね。で、E のマイナースケールでやります。これが E のマイナースケールですね。で、これの、まあ、同様に、ドレミファソラシド、まあ、実際にはですね、3度と6度と7度がフラットしているので、フラット3度、フラット6、フラット7という風になりますが、まあ、それを口で言うのはちょっとめんどくさいので、また同じように1、2、3、4、5、6、7って言いますが、こんな感じでマイナーキーでもやります。これが、マイナーキーですね。数で、まあ、一応度数でも いきますかね。1度、2度、1度、フラット3度、1度、4度、1度、5度、1度、フラット6、1度、フラット7、1度、オクターブ上。で、下がっていきます。1度、オクターブ上、1度、フラット7、1度、フラット6、1度、5度、1度、4度、1度、フラット3度、1度、2度、あ、1度、2度で終わる。これを、何回もやります。これをですね、実際にどのくらい、まあ、セット数やるのかって言いますと、まあ、大体ですね、1日に、まあ、メジャーキーで、往復10回とか、まあ、今回は、10回もやりませんが、まあ、割愛して3回ぐらいでやりますかね。メジャーキーで、1回、2回、3回という風に、もうこれをですね、できれば、毎日ですね、10往復ぐらいやってほしいと思いますね。で、これが今 E のメジャーキーでやりましたら、次は E のマイナースケール、マイナーキーでも同じようにやります。1回目、2回目、で、同じように、まあ、マイナーキーでも やってみます。で、これを、E とかでも飽きてしまったら、まあ、A とか C とか D とか、まあ、いろんなキーで、まあ、やってですね、まあ、できる限りですね、まあ、自分の思ってるですね、まあ、音のインターバルの感覚とですね、ズレがないようにですね、あとそれの精度をですね、まあ、よりアップさせるためにもですね、できれば、毎日やってですね、まあ、3ヶ月からですね、半年ぐらいですね、半年、まあ、できればこれはほぼ毎日ですね、実際にトレーニングやったとしてもですね、まあ、運指練習みたいなもので、まあ、大体やっても10往復やったとしてもですね、まあ、5分以内には終わりますので、まあ、こういったものを、地道にやっていくとですね、まあ、音感の、まあ、鍛えられますし、音感が鍛えられるとですね、相乗してリズム感も良くなるっていうのが実体感としてもすごいありますので、なので、まあ、こういったものをやってですね、あと、実際に、まあ、自分の好きな曲のですね、耳コピーもとかも精度も上がりますし、かつですね、まあ、好きな曲とかのメロディーとかもですね、まあ、キーがすぐに分かったりとかですね、あと、アドリブとかするときに、まあ、適当に音をコード鳴らしてもらったときに、まあ、キーがこの曲だから、まあ、好き
ケールはこれでとかですね、そういった時のですね、まあいろいろ役に立ちますので、まあ本当に音感鍛えておけばで、音感がよくいいとですね、本当何も悪いことがないので、まあ音楽やる上で、まあギターを弾いていようが、ベースを弾いていようがですね、ピアノを弾いていようがですね、とやっぱりその、まあ耳がいい人っていうのはですね、すごいですね、覚えるのもすごい早いですし、かつ一回覚えた曲を忘れることもですね、その、あまりその、遅くなっていくっていうのがありますので、なので記憶力とかですね、あと、まあ、曲の覚えも早くて、で、かつ曲を忘れるのも遅くなったりとかですね、そういったアドリブとかにも対応する際にも、いろんなアイデアとかですね、あと、音が間違ってるとかって思った時にすぐに判断してですね、すぐにいい、正しい音とかですね、まあ、合ってるなと音とかにですね、直すことができますので、まあ、ぜひですね、まあ、こういった音感トレーニングですね、まあ、僕は本当苦労し、いろんな本をですね、読み漁ってですね、結局継続してできている練習として、かつですね、まあ、効果があったものとしてですね、やったものがですね、メジャースケールと、あとマイナースケールの、まあ、インターバルをですね、記憶させるっていうものが一番効果があってですね、かつ今でも、まあ、別にそんなに時間を大して、取らなくてもですね、できるよう続けていける練習法だったので、まあ、簡単にですね、紹介をさせていただきました。まあ、今回の動画が少しでも役に立ったとか面白かったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あと、ぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。